はい、こんにちは。友村真の猿でもわかる AI 社会。今日は人を説得する時のトーク術というテーマでお話します。これ3つあるんですけど、この3つを入れると、なんていうかですね、人が説得しやすい。つまり、言われた方は、ああ、なるほどなって納得しやすいという時の、話です。で、まあこれフリップ書いてますけど、3つのものを入れるんですよ。実名と、数字と、体験。まあ、三つ全部入ると一番いいんですけど、まあ、入れられない時っていうのは、まあ、一つでも二つでも入れるといいっていう話ですね。で、これ具体的な例を話しますね。例えば、仕事で言いますと、僕はウェブマーケティングのホームページ集客の仕事をしてるわけですよ。で、お客様と接するときに、まあ、打ち合わせのときにですね、いや、じゃあ、友村さん、と契約すると売り上げ増えるんですかっていうと、結構増えます。みたいなこと言うと、すごく曖昧じゃないですか。ですので、僕はそこで、まあ、御社のような業界ですと、ここで実名を入れるんですよ。僕の経験でですね、何々株式会社 A という会社、御社というような同じような仕事をしている何々株式会社 A という会社が、僕と契約すると、ホームページのアクセス数が2倍になり、売上が 2. 何倍になりました。というような話ですね。これって、具体的な会社名と数字と、さらに僕の体験が入ってる。一番いい例ですね。で、これと、もう、ね、さっき言った通り、友村さんと契約するとどうなりますか？ A、大体売上増えますよ、みたいな。すごい曖昧じゃないですか。この違いわかりますかね？他にも、子供の教育の話で言いますと、例えば、本は読んでほしいと。子供にね、本を読む子は成績が良くなるよって話するときに、まあ、たくさん本を読む子って勉強ができるんだよ、って言っても、なんか曖昧じゃないですか。そんなんで子供納得しないんですよね。でも、例えば、なんか、クラスで成績のいい、なんか、誰か、じゃあ二人ぐらいいるとしますね。クラスで成績のいい二人、何々くんと何々さんって、塾にも行かずに成績はいつもトップじゃろうって。おいで、この二人は、なんと、二人のお母さんに聞いてみたら、月に二人とも平均10冊以上本読んどるらしいよって。で、あんまりそんなに勉強してないけど、本だけはずっと読んでるらしいよ、つって。という話をしてあげるところですね。そうすると、何々くん、何々さんっていう具体名と、本の冊数が出てくる。10冊ぐらいっていうふうに出てくるとですね、より具体的になるんですね。こうやったら、ああ、なるほどな、本読んでる子ってやっぱ成績がいいんだなっていうふうに、子供は思うわけですよ。っていうふうにですね、まあ具体的な数字を入れる。実名を入れる。大事ですね。で、まあそこに体験が入ってくればいいっていう話なんです。あとですね、他にも、もう一個例を挙げておりますね。福岡県って今すごく人気なんですよ。で、若者にすごく人気なんですよ。で、でも、今みたいに、福岡県って若者にすごく人気らしいよ。って言われたら、へえ、じゃないですか。若者が住むのにすごく、住みやすくていい街らしいよ。って言われても、ああ、そう、って感じで、イメージ湧かないじゃないですか。でも、例えば、若者率っていうのがあって、これ15歳から29歳のことを言うんですけど、若者率が、政令指定都市の中で、日本全国、東京抜いてナンバーワンらしいよ。そして、実際に人口に占める若者率って 19.5%。まあ、約5人に1人は若者らしいよ。さらに言うと、日本の人口って言ってますけど、日本、2035年まで福岡って人口がこのまま増えていく計算らしいよ。って言うと、なんかね、全然もう数字が入ってくるから違うじゃないですか。なんとなく漠然と若者人気というのと数字が入ると、あ、もう確実になんか若者に人気の街なんだなっていうのが分かってくるわけですよ。はい、まとめますね。なんかこう自分の考えとかで人を説得したいときに大事なポイントって3つあって、話す前に整理してほしいのが、できるだけ実名を入れる。できるだけ数字を入れる。そして、できるだけ自分の体験の話をする。この3つがあると、曖昧な言葉で話すよりも人の心が動きやすいという話です。今日は以上です。チャンネルのご案内です。このチャンネルは AI とかロボットとか最近ニュースでよう聞くけどなんかようわからんという経営者、ビジネスパーソン、子育て真っ只中の親御さん向けに AI というものがこういうもんですよ、だからこういう準備をしましょうねっていうことをわかりやすく伝える動画です。面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。